全国1億2000万人のハイリフトジャッキファンの皆様、こんにちは。まさたまチャンネルへようこそ。今日はハイリフトジャッキですね。このジャッキを分解して塗装して組み直ししまおうって作戦です。分解するときはどんどんばらしていってしまえばいいんですが、組むときにちゃんと間違えないように組めるように覚えておきましょう。こうやって映像に撮っておくといいですよね。一般的にハイリフトジャッキと呼ばれていますが、このジャッキはタイガージャッキと言いまして、本物のハイリフトジャッキに比べるとかなり安いです。中国製ですかね。まあ毎日使うものでもないですし、機能を果たしていれば十分なので、私にはこれで十分ですね。ただこの色が、この赤い色がもう芸がないんですよ。本物のハイリフトジャッキは黄色だったり青だったり、いろんな色があるんですが、これは赤しかないんです。ということで、剥離剤で塗装を落としちまいましょう。てか剥離剤使うときは気をつけてくださいね。素手でやると手がすっごい荒れます。この時も途中で手袋が破けてしまって、その後1週間手の皮むけまくりですまあ私くらいのレベルのおっさんになると手が荒れても全然気にしませんけどね。水洗いをして剥離剤を落としたら、高圧洗浄機で洗っちまいましょう。剥離剤を垂れ流すと結構な公害ですから、きちんと水洗いをしてから高圧洗浄機で洗いましょうね。あ、そうそう、高圧洗浄機で洗った後はすぐ乾かしてくださいね。ヒートガンとかを使ってすぐ乾かしてください。じゃないと速攻で錆びてしまいます。次は塗装ですね。もうすでにプラサフは塗ってあります。ハイリフトジャッキのホルダーとかスコップも一緒に塗っちまいましょう。なんか鮮やかすぎねえか。なんか鮮やかすぎるよね。ダークグリーンなんだけど。まあいいや、しょうがねえ。もう4巻も買っちゃったよ。綺麗すぎねえかこれ。なんかさ、今思ったんだけど、なんで緑の塗装するときって緑の T シャツなん？そうなんだよ。床の時もそうだったんだよね。何なんだろうね。別にこれ狙ってないんだけど、すごい緑なんだけど。いいよ、いいじゃん、かっこいいじゃん。いいんだよ、もうもうこんなこと、もう1ヶ月来てて、もう何ヶ月やってんだろう。はい、塗装が終わったら組み付けですね。このラックの穴に入るピンの向きとか間違えないように組んでくださいね。塗装してた時は鮮やかすぎてドキドキしちゃったんですけど、悪くないですね。ダークグリーン結構いい色でした。かっこいいです。
このピンですね、このピンの向きを間違えないようにつけましょう。切り欠きがある方が上です。ここまで来れば終わったも同然ですね。この金具はこのジャッキをウィンチ代わりに使うときに使用する金具なんですが、止めるボルトは高張力、ハイテンションボルトというものを使いましょう。純正についてるボルトは普通の鉄のボルトでした。はい、終わりました。いい感じですね。ちょっと残念なことに塗装が剥げちゃってるんですよね。はい、OK 牧場。またねー。